2022狂犬病予防注射会場のドタバタ劇シリーズその10は富山市での様子をお届けします。まずは飼い主さんの言うことをちゃんと聞く秋田犬のポンタ君。座りなさい。あ、終わったんだって。前はね、ハスキーとか飼ってたんだけど、あの日本犬が欲しくて、秋田保存会はね、なんか秋田まで取りに来てくれって言われてね、なので、ちょっと他のとこから、普通ホテルスやんだけどね、まあ、興奮しとるわ、皆さん お友達いっぱいおるから、ねえ、はい、どうもありがとうございました、行くよ、はい、はい、ありがとうございました、はい、おいで。スタンダードかミニチュア化、ちょっぴり太めなダックスフンドが飼い主さんに抱えられて登場。お名前なんていうの？え、大輔。大輔じゃん。太りすぎて。もう太りすぎて。変わりないですか？はい。はい。はい、じゃあ動かないように。はい、ご紹介です。はい。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、行くよ。続いてもダックスくん、飼い主さんのことが大好きというのがその動きでわかります。飼い主さんがしゃがんだ瞬間、自ら抱っこされに行き、これでスムーズに注射を打つことができました。ミニチュアシュナウザーのカイトくん、注射は平気ですね、はい、車乗るのとか嫌がって、はい、体調は特に大丈夫ですね、はい、はい、より子だったね。とシュナウザーとプードルですね。あ、ミックス、はい、ヒンヒンと鼻を鳴らしていたナルトくん、注射を嫌がっていたというより慣れない場所に緊張していたようです。ビーグルさん、お名前は何て言うんですか？メイって。メイちゃん、メイちゃん、ごまつまれだもんだから、単純にはい、終わりよ。ということで、素直に注射を打たせてくれたワンちゃんに続き、ここからはハフハフしまくり、世話しないことこの上ないワンちゃんたちが続きます。注射全然平気なんですか？あの注射は多分何も感じてないです他のワンちゃんや飼い主さんたちに気を取られ、落ち着いていられないリキくん。飼い主さんの言葉通り、注射をされても何も感じていないようでした。こちらは雑種のチロコちゃん。いつもはおとなしいそうですが、なぜかこの日はすざまじき訓活。お好みの匂いだったのでしょうか。興奮冷めやらぬ状態で獣医さんのもとへ。ここからは世話しなさに前のめりが加わったワンちゃんたち。コーギーのケンタロウくんは低い重心と高いグリップ力で突進します。注射全然平気なんですか？多分大丈夫ですか？痛い痛い痛い。はい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 、ケンちゃん、はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫、はい、
はい、いいですよ。はい、はい、あ、ケンタロウです。多くのワンちゃんは速攻の格子状の蓋が嫌いですが、柴犬のセブン君はお構いなし。年齢を聞き忘れてしまったのですが、まだ遊びたい盛りなのでしょう。何にでも興味を示し、ぐいぐい行きます。では駐車。両手と両膝で効果的な補填をする飼い主さん。セブン君もおとなしくなりました。ワンちゃんのお名前は何ていうの？ゴンタです。ゴンタ君ありがとうございます。タグがやってきました。駐車してるとこにも気づかんがる。そうですね。しかも速攻の蓋を気にしない太い神経。さすがパグ。こちらどうぞ。はい、顔を押さえておいてくださいね。グリリン体調はいつもと変わりないですね。はい、変わりないです。今日珍しく緊張してる。よし、抱っこか。はい、抱っこしよし。今日珍しく暴れる。はい、はい、いいですよ。珍しかったんですか？あ、すいません。いつもなんか平気なんですよ。チワワのマロン君はなかなかの威嚇を見せます。多分ヨークシャーだと思うけど、ヒゲ生えとった柴田ヨークシャー。はい、アラレちゃんはもうすぐ17歳。老犬ですが足取りはしっかりしていて、普段はおとなしいそうです。はい、ちょっと動くから、はい、じっとしたろ、じっとしたろ。わかった、わかった。はい、わかった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 。コロです。コロちゃん。メスなんだけどコロなんですよ。はい、終わりました。ミニチュアダックスフンドのカイ君は19歳。獣医さんは高齢を懸念し、飼い主さんにこうアドバイスしました。前にドライト病院連れてかれて、ちょっと診察受けた上で注射するのが予防的な治療薬を併用してやるとか。はい、ちゃんです。だいぶ年はいっとるんだけどね、うん、今日は接種できませんでしたけど、お年ですからね、うん、何があってもね、おかしくないっちゃうね。ありがとうございます。すいません。はい、一躍スターやん。いやいやいや、高齢だからね、なんて言っても。はい、どうもどうも。ジャーマンシェパードのウーテ君がやってきました。なんでシェパードにしたんですか？もう40年も前なんですけど、私ね、子供の頃近所に盲導犬いたんですよ。それがシェパードだったんですよ。それが目の見えない方と一緒に電車乗って行くんですよ、うん、なんで賢くておとなしいんだろうと、いつか大人になったらシェパードを買ってみようと思って、それでしたんですよ。賢いですか？そう言われながらも、しっかり飼い主さんの左側で脚側更新をするウーテ君。
注射とはこうやって打たれるものだという堂々とした姿を見せてください。家族の一員になって間もないちゃちゃまるくんは初めての予防注射。大切そうに抱えられ安心しきった表情を見せています。ではあちらでどうかな。お尻に注射しますね。娘に飼い主としての自覚を肌で感じてもらいたいのでしょう。お母さんは手を出さずそばでじっと見守っていました。そしてその思いは獣医さんにも伝わっているようでした。はい、今日体調は変わりないですね。大丈夫だよ、大丈夫だよね。はい、痛かった痛かった、ごめんごめん、終わったよ。はい、はい、ご苦労様です。頑張ったね。狂犬病予防注射会場のドタバタ劇、次回をお楽しみに。